うございます。今私はですね、名鉄の大田田駅に来てるんですが、今日はこれからですね、府警駅、名鉄北新線の府警駅の方まで、行ってですね、あるものをちょっと使いに行きたいなと思います。今名鉄大田田駅なんですけども、今日はこれから9時58分の、高和駅の特急でちょっと付近の名鉄北新線と分岐する駅の付近駅の方へちょっと今から行くんですけどもね、今日はですね、そこで、北新線40周年開業記念入場券というものが、引き換えされるんですけども、まあ、6月の方にですね、6月15日の方にちょっと予約販売をしとったんですけども、それがなんと当たったので、偶然にも良かったですね。本当に。名鉄北新線なんですけども、1980年、昭和で言えば55年ですか、その6月5日にですね、全線開通になったということですね。でそれから今日までで40周年を迎えるにあたって、これで名鉄北新線の、記念の、入場券の発売を、まあ、名鉄さんが、まあやりだしたということなんですよね。まあ、6月の15日から予約販売はあったんですけども、まあ、それに私もちょっと応募してまして、たまたま当たったということで、最初1000セットあったんですけども、まあ、結局あまりにも人気が出たということで、2000セット、それを発売するということなんですね。その2000セット発売に至っては、どうだったかな、名鉄北新線の沼駅と上沼駅の間だったかな、そこに本当はできる予定だったあの駅があるんですけども、まあ、ホームは今でもあるんですけども、小野浦駅っていう名前で多分開業するんだったのかな、でそこの駅のレプリカの入場券が、ついでに一緒にセットで販売されるということで、まあ、ファンの間からはこれは買わなきゃということで、人気が出て、まあ、2000セットっていうあの形になったそうです。1番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。今日はもう朝からこの名鉄アプリを使ってこのパノラマスーパーの方をもう予約してたんですよね。9時58分を逃しちゃうと次15時58分夕方まで来ないんですよね、一部特別指定席の車両は。一応座席の方は、一番前の方を予約してたんですけど、平日の昼間ということで、これご覧の通り私を入れて3人ですかね、3人しか乗ってないですね。隣のまっすぐ行く線路がですね、右側にある線路がこれが常滑線で、あの空港に行くやつですね。で今私が乗ってるこっちの左側の方が、高和線 で上にあるのが同じく、まあ、高和線北新線の方から来る線路で、平面交差しないように、まあ、3階の方に、まあ、線路の方が行ってるっていう状態ですね。この電車は一部特別車特急高和駅でございます。前より1号車2号車は特別車です。特別車には特別車料金ユーチケットが必要です。次は上井に止まります。特別車の乗車ありがとうございます。ホームからの
白沢駅をちょっと過ぎたあたりなんですけども、この辺は自然環境が良くてですね、この左奥の方にホタルの見れる場所もあるんですけども、白沢ホタルの里っていうところなんですけども、時期的にはちょっともう終わってるかもしれないですけどもね、7月の半ばぐらいまでだったら見れたのかもしれないですけどね、夜の8時ぐらいから確かやってると思います。まあ、唯一ここの辺は自然のホタルが見える場所ですね。ちょっとした小川とか田んぼのとこでも見れるっていう話はちょっと聞いたことはありますけどね、一度行かれてみてはどうでしょうか。はい、福井駅に着きました。2号車これ3人しか乗ってないですね。やっぱり観光特急じゃないんで昼間はもうガラガラですね。
駅の方に着いたんですけども、僕の前に、ね、一人やっぱり、ね、その鉄道のマニアの方がいまして、今ちょっと記念入場券の引き換えを方をやってますので、ね、ちょっと今外で待ってるような状態ですね。まあ、駅前あたりはまあ大体こんなような感じの景色ですね。まあのどかな住宅街の中になんかポツンと駅があるようなそんなような感じですね。ここで降りるのはちょっと僕は初めてなんですけども、お昼でもなんか食べようかなと思うんですけども何もなさそうですね。ちょっと諦めます。散歩してもいいけど住宅地ばっかりなのでちょっと歩いても無駄かなと思いましたのでそれもやめます。あ、すいません、記念入場券のやつなんですけども、はい、画面開くですね。役番号とか書いてメールって、ちょっとお届けになりましたかね。ちょっと拝見させていただいてよろしいですか。すいません。ありがとうございます。今確認できました。2セットの発売ですので、2040円ですね。はい。じゃあお待たせいたしました。こちら、はい、お確かめください。ありがとうございます。はい、もう早速、トンボ帰りで、また太田川の方へちょっと戻りたいと思いますので反対車線の方2番線、3番線の方へ移動です。あっちに見えるのは右に曲がるのが知多新線の方ですね。まあ梅雨の晴れ間ということでね、まあ、天気にも恵まれて良かったです。やっと家に着いたんですけども、で今先ほど福井駅で買ってきたあの入場券ですね、40周年記念の入場券なんですけども、これ上からこう見て福井駅の入場券で、まあ最近の新しい2200系とかが映ってますよね。でその下が上沼駅で、これ名鉄の当時、まあ、パノラマカーですよね、7000系のパノラマカーですか、これよく私好きで乗っとったんですけどもね。でこの下が美浜緑園駅で、1000系、ちょっと前にあの廃止になったパノラマカーですか。でこれが、入場券のこの、まあ、領収書みたいなもんですかね。これまあこれは別に切符でも何でもなくて使えないんですけども、全部で1020円だったかな、1020円 の、 あの受取証みたいな感じでのデザインになってますね。でその上に行くと、知多奥田駅、まあこれも、まあ、今ちょっと走ってない車両ですね。でその下が、野間駅、これ昔僕が子供の頃の時でしたかね、確か800系とかっていうやつで赤ですけども、これ映ってるのが昔確か緑色とかもありましたからね、ちょっとすごい名鉄さんにしては緑色の色っていうのもええっていうのはありましたけども、まあ子供の頃はそんな車両は当たり前に走ってましたからね。でこの下なんですけども、これが
小野浦駅って書いてますけども、当時開業した時に一応これの駅を作る予定だったみたいなんですけども、まあ現在は今も営業はしてないってことで、これが今回ちょっとあのレアで、その入場券がまあセットで販売されるってことで、まあちょっと鉄道ファンの間の中ではちょっとあれですかね、欲しい欲しいみたいな感じになっちゃって、追加でもう1セットで合計2000セットの発売まで至ったみたいな感じですね。でこの下が、あ、これも宇都宮駅ですけども、これも古いですよね、昔の、8800系でしたっけ、あのパノラマデラックスという、まあこんな感じで全部で 1,2,3,4,5,6,7 種類の、入場券が入って全部で、1,220円、まあこの値段で、まあ値段的にはもう入場券ですから、もう安いも高いも、まあ僕にとってはちょっと安いかなと思いますけども、まあこれで全てこれも硬券ですからね、これね、柔らかいやつじゃなくて、だからそこがまたいいですよね。今最近入れたとこういう裏がこういうなんか黒いやつでなってるので、まあそういうのじゃなくて普通の硬い硬券使ってますから非常にいいですよね。まあこんな感じで今日は40周年名鉄知多新線開業40周年の記念切符を買いに行ってきたということでした。どうもありがとうございました。咲き誇れ信じた道も